続いての笑いがけはこちらです。マイクロドローンのカメラから、このお題は特例により天竺ネズミ川原さんと事前に打ち合わせをしております。ほう。川原さんにはドローンカメラを使ったワンカット VTR を作ってもらいました。ワンカット。その VTR で観客を笑わせられれば成功となります。このお題の成功ラインは500人です。500人ね。達成できれば掛け金は2倍となります。自信ありね。大変なロケでした。ああそう、結構労力使ったんやな。はい。いく？じゃあベッド額。70。おー、何やそれ気持ち悪い数字。気持ち悪い数字。70? 何百でもなく50でもなく気持ち悪い数字。ほんまに自信の分だけ言うたんちゃうか。自信ある分だけを言うたんちゃうか。マイクロドローンのカメラから川原さんの挑戦です。あ、ドローンだ。すごい、はあ、すげえ、すげえ、すごい。入ってきた、すごいな。今すごいっすね。よし、出る。うわうわ、普通にめっちゃいい映画や。ほんまにすごいな。降ってるね。振りに振ってるね。振りに振ってる。あ、体幹。体幹。誰かいるね。ピアノ。あ、ピアノがある。あら、あれ？あ、校長かな。あ、校長。うわ。なんか。うわ、滑稽に何かつけて食べとる。包丁。包丁が。いや、もっと取るやろ、今の。え、うん？あ、上から、上から見たら。生徒？あ、幸せ、漢字で幸せ。あ、幸せ。なんやねん、この VTR。無駄なエキストラ。あれ、あれ、TKO や、あれ、TKO や、TKO さん、TKO や、なんかいた、TKO や、おったおった、TKO さん、雑な使い方すなよ。あれ、あ、誰や、え、マーシー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 。マーシー、え、そう、今の、マーシー、今の現在マーシーが成長。さあ、果たして現在のマーシー成功ライン500人を超えているのか。レッツジャッジ。マーシー、マーシーいたよ。久々、本物のマーシー。現在のマーシー、現在のマーシー。出てくれた。今日は出したんだ。マーシーでした。いけ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 で、マーシーさんはずっと見てるだけでいいっていう、幸せっていう字をね、大丈夫、幸せを見てたらいいんだねみたいな言って、でも4回5回6回もやって、やっとこう、あ、いけたいけた、 TKO さんも通った、うん、いや、マーシーさんいった、やったーって時にマーシーさんがカメラ目線でアイーンってして、あいや、ええやそれは、それでそれ見せてくれや、それ見たいわ、それでええや別に。じゃあ幸せを見る、見てるっていうやつなんですけど、マーシーさんだいぶ待たされて我慢できなくて、アイーン。
YouTube ではここまで。続きはこちら。どっち